愛子さまは今月28日と29日に七尾市と鹿賀町で復興状況を視察する予定でしたが、宮内庁は今日大雨により能登地方に大きな被害が発生していることから訪問を取りやめられると発表しました。今回の訪問は愛子さまにとって初めてとなる。お一人での地方公務と被災地訪問として計画され、仮設店舗の視察やボランティア経験者らとの懇談。 復興支援のテニス大会観戦などが予定されていました。